みのくりチャンネル。どうもこんにちは、みのくりチャンネル、ご視聴いただきましてありがとうございます。さて今日はですね、キャンプに行く時のこの積み込みですね、これをちょっと紹介したいと思います。ランクルの100に乗ってるんですけれども、今までこの積み込みがなかなかうまくいかなくて、とにかく投げ込んで、隙間を詰めるというようなやり方をやっていたんですが、それではなかなか納得ができなかったので、なんかいい方法がないかなと思っていたところ、だいたいトランクをこう仕切りを入れて2段にするっていうキャンパーの人が結構多かったので、でただ僕自作で2段にするっていうのはなかなか大変で、どうしようかなって考えたんですけれども、ちょうどアイアングリルテーブルのロングが2つあったの でこれをなんかこうラック代わりにできないかなということで試したところ、結構うまくいきました。どうやったかというと、ちょっと足の長さがですね、これ手前にあるのが40センチのアイアングリルテーブルの足なんですけども、その奥にもう一個 IGT アイアングリルテーブルがあって、そっちはちょっと短い足で30センチ、だから奥側にちょっと10センチ低い足のアイアングリルテーブルが入ってます。で、手前が40センチの足で、奥側にこの前紹介した、トラスコの折りたたみコンテナ、折りコンを、3つポンバンバンとアイアングリルテープの上に置いて、で手前側ですね、左からコールマンのワゴンですね、引っ張って、物運ぶやつで、赤いのがでっかいクーラー、ちょっとこのクーラーがねでかすぎるんで、これ課題です。これかなりスペース取ってるんで、これをなんとか止めたいっていうか、これちょっと変えようと思ってます。でその横が、スノーピークのギアコンテナ、ロゴスの巻きテーブルラックですね、巻きラックで、一番右側が、これがですね、キャプテンスタックのベンチにベンチにつける、コールマンのベンチにつけるキャプテンスタックの、クッション黒いやつ、これを置いて、その下にまあ細々したものとか、 あとちょっとした長物も押し込んでますね。これなんだろうな、タープかな、タープのポールとタープが入ってたりしています。はい、そして、そうですね、右側の下側にあるのはコールマンの寝袋で、その隣が、灯油缶ですね。そして、真ん中奥に見えるのが、ラウンジシェル、テントですね。テントを奥に押し込んで、で左、これタクード、結局ケースいろいろ紹介したんですが、結果このまま IGT アイアングリルテーブルにつけたまま運ぶのが一番安定していいなという結論になりましたので、こうなってます。で真ん中空いてる、ここ何を置くかと言いますと、こうなります。はい、ドーンということで、ソフトクーラーボックスをこの空間に入れます。ここに何入れるかというと、氷と、食材を入れてます。で、上にはドリンクと氷を入れるでっかい、ちょっとでかすぎるコールマンのキャリーがタイヤついてたよね、引っ張れるタイプのクーラーボックス、これちょっとでかいで、もう肝心なのはクーラーボックスを手前に入れとかないと、後で一番最後に食材僕買って入れたり、氷買って入れるので、その時に奥だとクーラーに入れられないので、クーラーなるべく手前、でもっと言うと設営する順番から手前に置いていかないと、ついてから結構大変になるというのをちょっと考えながらやって、で今回割とうまくフィットしたかなと、思ってるんですが、こちらはいドーンということで、ちょっとですね、後部座席にも侵入しております。炭と、コールマンのポップアップボックス、この中には電気毛布が入ってます。これだけちょっと簡単にね、詰め込まないでもう後ろにバン投げたっていう、ちょっと反則しました。そんで最終的にはこちらバン、結果ですね、このタクードを入れようとした、ポップアップ的なケース、この中に、最後パンとか
簡単な食材、柔らかいものを詰めて、で、足元にはコールマンの焚き火台、それからブーツ、この辺をもう適当に投げてしまったって。本当はこれも荷台にバッチリ収まったら綺麗だったな、あとは5人ぐらい乗っても大丈夫かなというところなんですけど、まあ、ちょっとそこは許してください。とこれ皆さん、コンビニ寄ってですね、最後卵買ったんですよね。卵買って、卵ケースにちょっと入れてみようということで、ちょっと画面ちっちゃくて申し訳ないんですけど、6個入りの卵をちょうどコンビニ売ってたんで、それを、ずれてるなこれな、それをちょっと入れていきます。卵ケース、一応なんか広い円と狭い円があったで上下、あるのかな、これを見て、今6個入れます。これ閉めるときちょっと割れるんじゃないかドキドキしましたけど、もうパチパチと、なんとか収まりました。これでもうね、割れないだろうということで、でソフトクーラーの中に入れました。ということでね、こういう風に最終形収まったということです。まあ中いろいろ入ってます。おさらいしますと、アイアングリルテーブル2つ、タクード、それから、コールマンのワゴン、でかいクーラーボックス、ソフトクーラー、ギアコンテナ2つかな、後部座席の方に、着替えを入れたギアコンテナ入ってます。それからロゴスの、巻きラック、それからですね、チェアが、1、2つ、スノーピークのとコールマン、それから、コールマンのベンチ、ベンチのクッション、寝袋、一番左下、コールマンの赤いワゴンの下には、ホームセンターで買ったビニールシートですね、これが2枚入ってます。で、あとはタープのポール、それからラウンジシェル、グランドシート、それからラウンジシェルのインナーマット、電気毛布、それからコンテナね、トラスコの折りたたみコンテナ、そこにまあそうですね、ガス缶とか、あとはキッチン用品とか、もろもろの小物を詰めたのが、その折りたたみコンテナが3つ奥に入ってます。まあ、これ結構重量ありましたけどもね、こんな形で、ランクル100に、キャンプ用品を、積載してみました。ではこれからキャンプ行ってきます。次の動画もお楽しみに。今日もご視聴ありがとうございました。みのくりチャンネル。